大相撲九州場所11日目、2024年11月20日、福岡国際センター。西大関、大野里、24イコール二所の関部屋、が1敗の東前頭6枚目、高野勝、30イコール時は山部屋、に敗れ、10日目から連敗し4敗目を喫し、優勝が厳しくなった。立ち合いで相手が左に変わり気味に立ち、右のドアで状態を起こされ、 右を刺されて押し出し出1敗の高の賞に敗れた新大関は自分が負けてしまっているので切り替えていきます。まだ場所終わっていないのでまた集中して頑張りますと前を向く。4敗目には昨日からよくありませんし今から4日あるので明日から集中して頑張りたいと自らに言い聞かせる。年間最多勝も今場所前は2位の琴桜に4差だったのが。 一差となり、こちらも厳しい状況に立たされた。